今回はできる猫は今日も憂鬱。第2話に対するリアルタイムでの視聴者の反応を紹介していきます。名前はまだない。金曜締めのアニメ。デカ猫見てくぞ。空前絶後。今日も可愛い。この頃はまだ普通サイズ。あんなに小さかった猫ちゃんが。化け猫だろうな。ジャスティス。帰ったよハニー。また酔ってる。酔っ払い可愛い。社畜は辛いよ。金なんだわ。猫まっしぐら。チュールとかな。確かに。わかってんじゃん。ガシまっしぐら。会社行ってるだけ偉いだろうが。ちゃんと会社行ってるやん、全然セーフ。運命定め。人間を働かせるために家事を頑張ってるのか。独特なアニメやで本当。ガシを防ぐために、頑張れ猫ちゃん。猫は人間を操るからな。おお、なんかすごい映像美。でも出会ってしまった。ゆきちゃんかわー。ペロペロ。雪の日に拾ってくれたのか。よかった、恩義は感じてるっぽかった。つか、どうやってそこまで大きくなったのあんた。この時は普通の猫だったのに何があったん？こんなに小さかったのになー。うわぁ。ワイの家来たー。命の恩人だけどダメ人間。ひどす。よだれ垂れてて草。ダメ OL よすぎるな。ねゲロはしてないからセーフ。結局目的はそこなんだよな。明日の猫館のために。苦労してるな、この猫。着替えまでしてくれんの？諭吉に生かされてる。耳が痛いてかこいつ、猫館一日何個食うんだ？多分お前が働きに出た方がいいぞ。重い。あっしまっしぐら。でかくてもこの習性あるのおもろすぎる。もう子猫じゃないから。要するに猫の恩返しなのだな。すっごい爽やか。今季最強巨大猫 OB。グラサンかけてパーカー着てるのはどう考えてもおかしいやろ。オープンカー乗ってて草。縦ドラム時代。ああ、ユキチにお世話されたい。3年でああなる。ユキチ、大きくなったねー。おん。足音が可愛くない。足音が重い。やっぱり普通じゃないんだ。これが普通じゃないのはちゃんとわかってるんやな。急に話の核心に。猫館でここまで大きくなる不思議。正座してる。いい子だユキチ。正座。猫で 21.3% はどうなんだろう？世界の認識ちゃんと正常なのね。いや、おせい気づくのおせい。一応スルーしないで気がついてはいたのね。ほんとそうね。感謝を忘れない気持ち大事。もう立ってる？直立してる。仁王立ち。お前のためだよ。ネットに出てくるわけ。乗ってるわけねえ。お花ピンクなんだね、かわいい。正常かバイアスだ。今季は太もも。そういや部長が会ったことあるって？なんで部長ホストみたいなん？部長の神経がずぶとすぎるだけ説。構えるな、それ違うぞ。姫爺が出たという発想。いやあ、矢印 G のコンボ。ゴミ屋敷はさすがに恥だったのか。部屋がモザイクかかってる。モザイクが必要な部屋。猫が寝込んだ？海王様も爆笑。お腹ポコポコかわいい。ミュータントキャット。さすがに足が出た。猫フックこのサイズなら死ぬかもしれない。肉球でしばかれた。冷蔵庫に使いかけのかまぼこ。飼い主のことをよくわかってる。嫌なことは飲んで忘れよう。この猫、有能すぎるだろ。現実逃避。ビールと猫缶で乾杯すんなし。苦痛に耐えられぬ時の無害。人は飲めば忘れる。簡単な人間でよかった。福沢さん完全にダメ人間やな。猫なのにスプレー使わせようとする。そっか、ヌコはゴキブリに強い。ああ、猫は普通に触ったり加えたりできるのか、あれ。凍らせるやつ使うといいぞ。本日は割烹着。いや、もう普通に外出してますやん。お買い物？普通に買い物行くんや。主婦の多い時間帯。あなた疲れてるのよ。あ、やっぱり異常なんだな、この状況。シュールすぎる。集団幻覚だな。マナーコートやった。割烹着めちゃくちゃ似合うユキチ。おかしいでしょ。むかわいい。店員さんもかわいいな。サステン。思い切り認知されている。店長さー、ビシッと言えよ。乗客だった。いやしかよ。触りたかっただけの店長。店長ただの猫好き。弁当が始まっちゃう。着ぐるみだと思ってるんだ。なるほど、でかすぎて着ぐるみと思われてる。正しい判断だ。すげえな。割烹着お手製なのかよ。勘違いコント。ポイントカードはお持ちですか？品出しとレジ一緒って人手不足か？やったー。G
シュールめっちゃ喜んでる。シュールは提供だから実名。金も落っこし。店長絶対獣だろ。大人気でわろた。集客効果。まさかの。意外と人気あった。どうした？猫特有の何か見えてるマトなやつ？フェレンゲルシターデン現象だ。猫だもの一点を見つめるわ。見える子ちゃんか？って油汚れかい。なるほどな。手が交差しながらタイピングしてたぞ。そんな打ち方でタッチタイピングは無理よ。キーボード壊れそう。仕事はできてるっぽいんだよな。よかった、仕事にメガネを忘れてない。リスケ、その言葉を聞きとうない。お前営業部だったのかよ。忘れてていいぞ。先週は制服と私服入り混じってたけど制服で統一されてる。この会社の女性制服、フリル多くね。いい会社に勤めてて羨ま。部長、機関。福沢、お借りします。部長さんだけ異能持ちみたいな風貌。部長の頭身がもはや芸術的バランス。塚部長若すぎやろ。思い出しちゃった。本人に聞く機会が来た。いい生活やな。現実逃避すんな。何言ってるんだ。おいこの手のキャラに冷や汗かかせるなよ。お部屋も綺麗になったし。がっつり覚えてた。やっぱり知られてた。うるせえな。マジで来たのか。あ、もう察した。まあ解放したんだろうな。やっぱり潰れてたんやな。やっぱり酔った時か。やっぱり本当に迷惑かけてたんだ。その場で嘔吐。これはひどい。しっかり30秒待ってくれた。30秒お待ちするときに使えるキャプ。あ、この人いいキャラかもしれない。めちゃくちゃ迷惑かけてたな。普通にいい人やんけ。カバンはお前が持ってる。ぶちまけんな。猫さんですねー。いやまさかな。立ってるぞ。二足歩行猫。叱る猫。ペコペコ。子猫時代からすでに礼儀正しい。小さい頃からなんてできる猫なんだゆきちちゃん。小さい頃だったのに、すでにしっかりしてた。圧倒的天才。見てたわ。見てんじゃん。見てたー。やっぱ見られてた。まあ見られてるよね。パシリでもなんでも。ごくり。パシリしてこい。魚ー。デートだー。水族館の年間パスは安いぞ。部長かっこいいわー。休日に予定があると驚く猫。開いた口が塞がらないほど。ウミウシ系アイドル？なんだそのアイドル。部長それ目当てなんか。部長獣か。部長さんをただったか。めちゃ尻尾振ってる。推し活してる猫？推しまでいるユキチすごいな。人間界に適応しすぎやろ。今日も癒された。安定して面白い。幸せなるアニメってすごいわ。マジこのアニメ好きすぎる。マリオカートやってる。ここいつぞやのマリオカート E の CM。デートと思ったけどこれはアイドルのイベントが本命だな。この猫、人間力が高すぎるな。身の回りのお世話をしてくれる猫ちゃんうちにも来て。そこで寝るのか。エンディングユキチ着込んでて可愛い。ユキチの言ってるスーパーが完全に OK 高円寺で草。可愛い。癒される。ED 映像可愛すぎんか尊い。ED めっちゃいいな。やってること酒かすの解放だけど。ユキチ一人いたらお母さんも彼氏もペットもいらんくなるな。結構、好きなアニメになってる。なぜ溶接そこがいい。次回予告で豆知識を披露する猫。栄養学にも見識がある猫。何よりきちんと寝るのである、無理なのである。深夜アニメに寝ろと言われましても。実況民には無理なのである。ユキチの動きがいちいち可愛くてとても癒された。買い物に行っても着ぐるみだと思われてたり人気者になってたりとても優しい世界でいいなぁ。今回はここまでです。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。では次回もお楽しみに。